麻雀ファンの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。土屋和彦です。モンド21麻雀プロリーグをお送りする男性プロによる2大タイトル戦の一つ、第3回モンド名人戦、今日から16回にわたってお送りしてまいります。ご存知のようにモンド21杯がアンダー50の大会に対し、この名人戦はオーバー50、ベテランたちによる対局です。最後までじっくりとお楽しみいただきます。今回のメンバーは第2回名人戦の優勝者新津清プロ、そして第2回に出場した荒正義プロ、飯田正人プロ、伊藤優子プロ、金子正輝プロ、小島武雄プロ、森山茂和プロ、そして10段位に4回輝いた前原雄大プロの8名となっております。そして放送のナビゲーター解説はおなじみですね、バビーこと馬場博和プロです。今回もどうぞよろしくお願いします。楽しみですよ名人戦。いや本当に僕は楽しみです。一応名人戦ですんで、はい、勝ち負けはもちろん大事なんですけど、僕はそれ以上にこのベテランプロたちのですね、うん、皆さん独自の打法、うん、熟練の技、もう一視聴者の同じ立場になって僕は堪能したいと思います。はい。でこの名人戦のシステムなんですけど、はい、全8選手がですね、うん、各自7戦総当たりで打ちます。そして、上位4名の方が決勝戦へ、はい、で決勝戦は半チャン2戦、それで優勝者名人が決定いたします。はい、はい、さあそれでは早速今回の初戦メンバーの紹介をいたします。まずはこの人です。モンド21麻雀プロリーグには初出場、10段位4回をはじめ鳳凰位など多くのタイトルを持っています、前原雄大。麻雀プロリーグはね、これが初めてということになりますが、どうですか今のお気持ちは。そうですね、やっぱり先輩方と当たれるってやっぱすごく楽しみですよね。初戦から持ち味発揮できそうですか。どうですかね、まあそれだけの稽古だけはしてるつもりなんで。そうですか、ね、期待しております。はい、はい、ではおかけください。続きまして2人目です。第1回モンド21杯出場メンバー、モンドのタイトルは未だ無冠、第1回名人戦第2回名人戦ともにまさかの予選敗退でした、ご存知ミスターマージャン小島武雄。はい、おはようございます。おはようございます。ということなんで、ちょっとこの無冠というのは私も信じられないんですが、いかがでしょう今回の初戦に向けて。いや、まあ大体名人戦で言うとね、ずっと無冠で来てるからあんまりこうあれはない、違和感はない、はい、自分ではね、ええ、うん、初戦というのはやっぱり重要ですか。え、いや、そういうこともあんまり考えてない。そうですか、うん、ただ僕がいつも言うようにね、うん、自分がどれだけ落ち着いて麻雀打てるかと。初戦こう戦いっていうのはね、うん、相手じゃなくて自分との戦いだからね、だからそういうことはあんまり考えない。わかりました、うん、はい、期待しております。どうぞおかけください。はい、そして3人目になります。電影大王位決定戦に初出場、最終決戦に残るも3位、第2回名人戦ではまさかの予選敗退でした。麻雀プロリーグでは第1回王座で2位が最高順位です、荒正義。ということなんでね、荒プロに期待しているファンの方もたくさんいると思うんですが、どうですかタイトルに向けて。今年はもう取りにもちろん行きます。はい、はい、結果を出しに初戦から飛ばしていきたいですね。そうですね、はい、期待しております、はい、頑張ってください。そして最後4人目です。第1回モンド21杯出場メンバーです。第4回モンド21杯で優勝、第1回モンド21名人戦の覇者です。しかし第2回名人戦では予選敗退、飯田正人ということでね、はい、タイトルホルダーではありますけれども、はい、前回は悔しかったですね。らしくなかったですね、うん、だから今回はちょっと前がかりに行こうかななんて思ってるんですが、でも卓についたら違うかもしれないです、まあ、気持ちはちょっと、うん、まあ、ちょっと婚姻否定に行こうかなと、ちょっと前回だらしなかったんで、うん、はい、そのあたりもじゃあ期待してますね、はいはい、よろしくお願いします。どうぞおかけください。さあという4名の対局になりますが、この初戦ゲスト解説は前回の優勝です新津清プロにお越しいただきました。どうぞこちらへ。どうですか新津プロ、このね名人戦もうメンバーがちょっとこう重たそうな感じなんですが、はい、前回チャンピオンというふうに紹介されましたけれども
まあどうでしょうね、まあ、今回もね、まあ、チャンピオンというよりかはね、なんか楽しみにしてます。はい、はい、まずは解説スタート、この4人の対局はどの辺が面白そうですか。はい、まあ、やっぱもうね、こう最高の技術が見られるメンツだと思ってるんでね、うん、ちょっと楽しみにしてます。はい、はい、皆さんもぜひご注目いただきたいと思います。うん、この後東杯のスタートです。よろしくお願いします。さあ始まりました第3回名人戦、これが初戦です。予選の第1戦、とんちゃ前原雄大、なんちゃ小島武雄、しゃちゃ荒正義、れいちゃ飯田正人です。と一曲ドラは3品です。さあ馬場プロ、はい、まずはこの麻雀プロリーグ名人戦初登場の前原雄大、トンパツの親番注目ですね。はい、そうですね、前原さんがね初出場というか、まあ、あの他の特番では出てるんですけど、この名人戦初出場ということで、はい、もう実は10段位をですね4回も制して、もう実力ではね、もう連盟では1、2を争うと言われてる人なんで、はい、基本的に豪打のイメージがあるんですけどね、はい、その破壊力ある麻雀が楽しめるかどうかですね。そうですね。そして今手牌が移った小島武雄なんですが、はい、実は今左手を負傷してましてね、はい、実はこう骨折して手術も必要な状況なんですが、この名人戦だけはどうしても出るんだということで手術延期してるみたいですよ。そうなんですよ。もうさすが先生というか大丈夫なのかと心配はしてるんですけど本当に、ね、でもかえってなんか息盛んなんですよね。お、うん、このぐらいのハンディやった方がいいぐらいだってそんな感じですからね。まあ、先ほどねオープニングのコメントでは、まあいつも通りというような話だったんですが、いやいや何としてもね、この名人戦のタイトルを取るんだというような気持ちは熱い、そんな部分があるのかもしれません。さあトンパツの親番、こちら前原の手牌です。それほどいいとは言えませんか。そうですね、まあ一応2刺し刺し後の3色は狙える形ではありますけどね、まあ様子見るとこじゃないですかね、親番とはいえね。うん、そしてプレイヤーズ解説のニーツプロ、はい、前原雄大プロというと何かこう麻雀のイメージっていうのはありますか。そうですね、公式戦でずいぶん昔に10年ぐらい前ですかね、タイトル戦の決勝戦で戦っておったんですけど、それ以来なんでね、ちょっと覚えてないですけどね、まあ豪快な麻雀を打つっていうイメージがあるんで。あ、そうですか。はい、楽しみにしております。はい、こちらは小島武雄、小島はなんちゃです。シャーペイがそれぞれ統一、先生の好きそうな手ですよ。なるほどね、はい。そして今回は初戦からちょっと前がかりでいきたいと言っていた飯田正人、ペンチピー待ちに備えて将来のもう今ローピン2枚落としていきましたね。3色ですか。3色ですね。やっぱ安易な打敗しませんよね、本当に。飛んですね。そうですね、はい、イーマン引くことはできませんでした、ね、飯田です。ワンパイね、眠ってたんですね。はい、ここは2人テンパイ、飯田と前原、まあ、前原途中泣き仕掛けでよくテンパイまで持ってきましたね。はい、でベタ折りするわけではなくてなんとか復活させようっていうのが見えて、まあ、それが今回こういったテレビマッチだから特別そうしてるんじゃなくても普段からこういうふうにもうやってるのが自然に出てるってことですよね。そうです、はい、だからまず暴転即離ですとか、はい、安易なテンパイ取りはしませんからね、まあ、このあたりが麻雀、名人戦ならではというふうに申し上げていいでしょう。トン一曲一本場、前原の親番が続きます。ドラはイーマン、ああこれ前原さんも行きましたね、染めにね、はい、自敗が目立ちます。ここはマンズに染めに行こうという前原先生も軽い手ではありますけどね、まあでもこれをピンフのみにはしたくないんでしょうけどね、あと荒さんいいですね、荒さんもね、うん、こちらは飯田正人、こちらもピンズで一メンツ悪くないです。
今のね、先生の、まあ、当たり前の自分ね、3346からね、はい、3万切りですね。3万切りっていうのはもう、手なりだと自敗ですし、はい、受け考えると3346なら6を切る人が多いんですけど、はい、先生も先に3来て、まあ、マンズの伸びも見てるし、うん、まあ迷彩も含めた見てるし、うん、まあ、いろんな思いがあった三腕切りなんですよね。なるほどね。あ、これドラを見切りましたね、早々と。早々と4巡目でドラをリリース、アラです。お、飯田さんもういいシャンテンだ。そうですね、リアンソーがアンコになってここはリアンピン切りでした。まあしかしあのペンチーピアのね、切りたいですよね。最悪あそこが残ってもいいってことですか。いやいや、あのペンチーピンの場合ちょっと多分外していくでしょ。あ、そうですか。ただチーピンをバシッと引いた時は、うん、打つんじゃないですかね、飯田さんはリーチね。リーチですね。おー、裏ドラもありますしね。はい、だからこれ出ましたよ。これでテンパイ崩しますね。これはまあ当然ですよね。なるほどね、はい。これで 1,2,3 に差しが見えてきて、順茶まで見てるかもしれない。嘘切るかな。じゃあリアンピは絶対切らないですか。嘘ですね。なるほど。もうこれは本当先生、うん、一理の手筋ですからね。はい、順茶まで見てるんですね。ね、見て、順茶三者が見てますね。ああ、いいとこ引きましたね。あ、これリーチだ。さあ、これはくっついて、うん、これはリーチだね。え、前原さんに7万が5だからね、うん、ああそっか、これは僕らから見てね、分かることだけど、そうか、これはいいね、このウッパーは。先制リーチ6巡目飯田雅人、これは楽しみ。これいい待ちですね。ああ、一発で掴んだ。引かされたのはアラです。手からいくとつむぎり手配ですね。どうするかですね、早くもここは勝負と見たか。あ、いかない。ああ、おいよ。あ、もう降りた。でもこれこっから先もう現物安全パネルがかなりしのぎ難しいですよ。どうしのいていくか楽しみですね。ペンチーピン一発ですよね。いやいや、アロチーピンは打たないですよ。打たないですね。ということはでも飯田さん出来がいいってことだね、これね。おお、積もっちゃうんじゃないですかね。じゃあウッパーもあっさり、ウッパーも結構いますから ね。僕それちょっとアラさんのしのぎが見たいですね、この子ね、うんうん、もうないんですよ現物牌が。ローソンの数字ですね、今の感じ。はい、親番の前原、現物のローソンを切ります。あ、それでこれでローソン3枚切れ見て、このチーソースな、こうやってね、なるほど、はい、まだウッパーマンだいぶいますよね。だいぶいますよ、うん。パーワンがでも1枚、ウーワンが2枚ですね。ええ。一瞬で取らない。このチューンがね、ションパイですからね。まあ、これは4人の皮からしてほぼマンズじゃないかみたいな当たりはもうつくもんですか。そうですね、もうピンズ、ソーズ、あらかた通ってますから ね、はい、ね。まあ、スーソーかパーソーか、スーソーですね、うん。ウッパーはいるのにあれですね、また深いのかな。そうですね、うん、マンズが各プレイヤーのところに入ってきません。アラが持ってきたのはイーマン、ドラですね。
飯田の相撲は積もりましたね。ここにいましたウーマンです。裏ドラが乗れば満貫ですが、リーズもタンヤを裏ドラは数層乗りません。まだ2曲しかね立ってないですけど、なんか飯田さんはいい状態のような感じしますね。はい、まあ他の3人先手を打たれてね、これはもう檻に回るのはこれやむをえませんか。あ、ちょっと勝負には行ききれないような感じでしたかね。だから行けるとしたら荒さんだったんですけど、ソラナさん一発でパーワン掴んで、まああのパーワン紡ぎちゃう人もいるとは思うんですけどね、まああの早いリーチですし、はい、でもそんな安全牌がないのにいきなり現物のパーピンね抜いて、だから なんとなくまだこう相対的なところで分が悪いなと思ったんでしょうね、はい、で、アラは飯田のああいう上がりを見て、ああ一発で掴んじゃうんだなというような思いっていうのはあるんですかね。まあ止まったんですけどね。もちろんもうそれも見てますし、あとその飯田さんが、まあ、ペンチーピン嫌ってるのにリーチ一発ですぐそのチーピン引いてるというのも見てますから、うん、ああなるほどね、まあ、飯田さんはある程度マークしていくでしょうね、はい、まあ簡単に言えば飯田さんとは喧嘩しないということですね。そうですか。そして親が落ちた前原なんですが、役牌いきなり仕掛けてきましたね。ましたね、小島先生も第一打急走ですからね、5、7、9とあった急走来てますからね、面白いですね。もう次は何を泣きました、何はオタカゼです。本一ですね。なるほど、はい、まあ、もちろん上がりに向かっての仕掛けなんでしょうけど、ちょっとねあのプレッシャーかけてる仕掛けでもありますね。あ、そうですか、飯田のこのマンズの並び、果たしてこの先どうか。さあ想像を持ってきたぞ前原。なるほど。で3番統一落としね、これをどう見るかですね、他の3人がね、はい、おお打ってきましたね。飯田さん、原さん今の発は結構ね、この前原さんの仕掛けを見切ってんのかな。ちょっと打ちにくいですもんね、前原さんのあの仕掛けに。前原さん第一弾が言いそうなんですね、これね。そうなんですよ。でしかも3ピンでその後3番取り落としなんで、なんかドラがねなんかありそうですよ ね。それか薬牌も一応持ってそうな感じが見えるんですけどね。そうですか。お、オノレアマンを考えるんだ。ええ、3番がね実は場にもう3枚飛んでて、だ逆に嫌なんだねこのリャンマンの方が。トイ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 は警戒しますね。あ、そうなんですか。ションパイを実際このリャンマンは飯田さんに統一なんですけどね。ただアラももう一手進むとリャンワン切って、あ、勝負でしょうね。勝負になりますよね、はい、あ、いいでも今9ピンね、これも一応ションパイではあるんで場には、はい、考えましたね。そうですか。さあチューンを打った、これでもションパイのチューンを打って、このチューンは小島さんに統一。お、ここでリャンマン、チューンが出たからリャーマンなのかな。そのあたりは関連性がありそうですか。これはなんで今リャーマン来た、チューンが 手の字が出てきたからかな。そうですね。お、そうですか。今のうちという考えなのかもしれないですね、よくあんこのロースを引いたな、アラさん。ほんとだ。あ、これで十分系のいいシャンテンだ。あ、そうですね。あ、今度前出てくるね、アラさんもこうね、うんうん、もう行きますね、うん、どんどん。一応こっちもいいシャンテンだ。いいシャンテンになりましたね。このトーンはね今
これもションパイの飛んで飯田さんに統一のやつですね。はい、サーラはあテンパターをリーチだ、リーチです、うん、パーワンレンタンピンドライチ、これは仕上がりました。あらあドライチでドラを引いたらドライチですね。ドラはまだ生きてますね。あ結構生きてますよドラ、はい、3枚生きてんだ。うわこれすごいな。あ掴んだ安、うん、あドラを掴んだ、うーん当然いかない。なるほど、うん、一発も休めだから一発も裏が乗るとハネマン、裏ドラはチュン、これは乗りませんでした。いやしかしここは荒正義素晴らしいさばきを見せました。そうですね、リャンワン引いたところでちょっと手を狭めてったのに、前原さんからチューンが手、ね、照らして出てきた瞬間リャンワン切り飛ばしたのと関数ピンリャンゾーと引っ込んでリーチですか、うん、なんかこう一回引いたら一気に、ねね、上がるの、はい、なんか、まあ、たまたまかもしれませんけどちょっと躍動感感じますよね。まあ、この一曲の中にそのんいけないのかな、いやこれはいけるみたいなね、うん、そういったあの判断があったわけですよね。あったんでしょうね、はい、ともかく、ここにいる西さんもそうなんですけど、はい、ベテランプレイヤーじゃない独自の引き出しを皆さん持っていらっしゃるんで、いろんな麻雀感を持って打たれてるんでね、もうどこら辺の引き出しなのか僕も今後もインタビューしてちょっと探っていかないと。いやー、ね、本当にあのね、うん、守りに入った時のニーツプロなんか本当にどうしてその範囲が止まるのかね、その場で聞いてみたい時ありますよね、はい、ありますね。荒さんいいですよ今回3色ね、いいのかれで親ですよね。一上がりしてかなりいい感じになってきたでしょうか、はい、うん、だって今の上がりは本当こう波に乗った上がりですからね、リズムにうまく乗った上がりって感じだから気分はいいと思いますよ、ね、一発相撲だけでこれリャンハンアップですからね、はい、うん、うわーこれでちゃんと候補ができた。しかしいいな、こちらもピンフ系の手、うん、まとまっていきそうな感じがしないでもありません。前原は手の中マンズが目立ちます。息通感がね、息通感があるかも、はい、そして小島、こちらが荒です。親番メンツが全部できましたね。あこれドラ引いてきたね今ね、はい、あこれでまたちょっと寄せてくんじゃないマンズに。おお、うん、3ピンから切っていきました。イーシャンで、はい、まあ、当然取らないですよね、うん、1、2、3、4とドラがドラになんかくっつけてあげるからね。あ2番頑固になっちゃいましたね。これ嬉しくないですか。いやじゃなくてアラさんのチャンスでしたね着物。なるほどね。でバニーリャンマンも1枚打たれてますから ねないんですよ。ないんですよね。あでもここでどうする、方向転換するか、一応イーシャンテに取る、はい、うん、だからチーピにくっついたら多分3はイーバンで落としていくと思うんで ね、 そうですね、ドラですから ね先にテンパ入っちゃうとやっぱりあんまり取りますからね、うん、ああこれでどうすんな、どうすんだろう、ローワン切っちゃうかな、あドラ切る、へ実践的ですね。実践的、はい、まあ、親番であるということで、ね、1、2、3、3色あるということ、最も受け入れの広い形に構えるということですね。兄さんはあそこで何切るんですか。どうでしょうね、難しいですね。6万切る、兄さん6万切りそうだよね。これで荒さんが3万かいい万かちゃんとにしたら ね、はい、ね本人としては3色ならずと思うかもしれないけど、実はそっちの方が上がり目があるから、関連はもう飯田さんこの形ですからね、うん、リャンワンがジャントになるような展開しかリャンワン出てこないもん ね、 そうですね、可能性ありますよね、リャンメンリャンメン引いた時にね。あなるほどね、はい、はい、うわこれでどうローワンか6万ですね、うん、これで6万になる、ね、リャンカンの形残しました。 1,2,3 にこだわりますね、えー
満で引きましたね。ここもリャンマンが欲しいですね。ここもリャンマンが欲しい、だから飯田の手の進み方にもよりますけど、本当これ飯田が横に伸びてくるとね、はい、リャンマンが切られますからね、はい、どのタイミングに出るかですね。あ、仕掛けた。あ、要するにもう全ての手役を見切って先点、はい、ということですか。要するにこの荒の親を蹴るということですね、はい、あ、もう上がりましたね、ここはすんなりとスッチーピン上がりました、うん、前原です。これはでもね、値段は先点ですけど、荒の親蹴るという意味ではね、やっぱりベテランプロの方はいろんな毎曲テーマを持って打ってますから、うん、今回の前原さんのテーマは親落としですね。なるほど、先ほど一発もでなんか感じの良さげだった。トン3曲終了です。親番は飯田雅人です。トンの4曲ドラは9ピン。あ、飯田さんにドラメンツができてますね。そうですね、はい。そしてシャー、トイツ、その他マンズが目立つて格好。これはこれもマンズの一気通貫ですね。そうですね、うん、もう一枚引けばもういいじゃないですからね、切り出しはいいピンです。これ多分小島先生だと数ワンぐらいから切っちゃうね。第一弾数ワンだよね。やっぱ本当皆さん第一だから違うからね。原さんは何金だろうな、あのってこれですね、うん、さあ三層機能、まあ素直に行くなら三層ですね。マンズの位置には外すのかもしれないですね。一気通貨も狙わないただ要するにサブロ9番の三度受けだからね。そうですね、うん、ほら どのうちサブロ9番行かなきゃなんないんで、ほうほうほう、今ここで数番外すんだ。人によってやっぱ違うな、うん、5万ですね。5万ですね、数は外した以上5万ですね、はい、あ、でも6万がもう前原から2枚切られました。先生いいとこ引きましたね。換算ピン、3色は見切って、はい、やっぱ3蔵残してるのは3蔵にくっついたらもう 親ということもあるんで、はい、そうですね、ピンの手に行くってことですね、うん、形を、うん、いい形をね、うん、この流派でちょっと考えました小島。ここでのドラ切りっていうのは何かあるんですか小島。だろうな、まあ、確かに先生の手から見るとローピン統一で、で自敗は打ちたくないから、うん、そうですね、うん、面単品という形になればという形なんじゃないですかね、うんうん、6万全部なくなりましたね。ああ、そうなの、厳しいね。パワー1引いてきました。そしてあー、ほんとここで打ち出してきますね、役牌ね、はい、さあ、ローワンも打たれたが、新井さんちょっと厳しいですね、うん、ちょっとツモがね、こうメンズに横に来ないからね、うん、サブロー9万バラバラ切られると、うん、どうなのかなっていう感じがしてきますよね。自敗を打つんじゃないですかね、はい、でとりあえず一緒なんですね、もう、はい、いわゆるション牌の役牌もバンバン打ち出していってますね。チーピン、トイツばっかですね、うん、嬉しくありません。つもぎります。前原さんもこれはもうちょっと様子見だね。剣の曲になりそうだね、はい。形が仕上がってきたのはこの小島武雄、いいシャンテンです。はい、さらにはこの先進んでいくのか荒正義、引いた、あ、やっと引いた、これでいいシャンテンだけど、はい、ボーバンがないんですよね、だから三蔵にくっついてね、リャンワインは外していければ上がりの目も出てくるかもしれない。お、先生今トンを、はい、チーソーが2枚出てるんですよね。ああ。
でもそれでも小さな残しておいた方が、まあ1枚残してローソーとかくっつけばまたトンとかの形なんじゃないんですか。トンが打つのは嫌なのかな。ほらこれだとね、小さな残してると面単品まであったんだけど。あ、カンパピン引きましたよ。はい、いいところ引けました、うん。ションパイのペイを打っていきます、原。どうすんだろう。まあね、ま、4万5万と切ってますからね。最後に出だしで4万打ちたくない、打ったらあんまり意味がなくなっちゃうんでね。そういうことですか。さあテンパったイスチーピン、これはリーチですね。打ちますね、はい。シャンポンですか。なるほど、トンとローピン。あ、いいピン切ってるんですね、小島ね。なんだよ。はは、そうですね。トンは誰も持ってないんですよね。そのトンが高めになります、小島武夫。いや、そうですね。でもその高めのトンが 2枚、これ引ければちょっと流れが変わるんですけどね。そうですね。あ、休みの方だった。そうするとこれリーズモだけですか。はい、でもよく引きましたね。裏ドラ、ここは期待したいところ。どうでしょう。ロービンズだ。いやいや、ちょっとびっくりして、僕ちょっとまあ確かに親にダブット、ネットダブット打ちたくないのは分かるんですけど、なんか単品系行くんじゃないかと思ってたんで、こういう上がりっていうのは小島はどういう風に感じそうですかね。いや、嬉しいんじゃないですか、やっぱ。そうですか。はい、まあ結果的に言うと、面単品狙った場合、チーソジャントのイスチーピンのフリテンリーチ打ってると思うんですよ ね、 すね、はい。だけどトンが統一だから言うのシャンポンリーチになってますから。これ先生、顔は結構クールでしたけど、内心はガッツポーズだと思います。いや、ほんそうですか。いやね、あ、まあ、こんな裏ドラ乗ってみんなに申し訳ないなとか、ひょっとしたら思うのかな。それはちょっと思ってるよね。あ、なんかこんな漫画ちょっと嫌、だなと思ってる。先生の美学のね、なんかね。ナンバに入ります。親番が再び回ってきたのは前原雄大、現在21400点持ちの4番手。現在トップは荒、その後小島が追いかける展開。その小島と飯田は現在2番手争い、僅差です。さあ、この親番一つ勝負になります。前原雄大数ピン持ってきて、マンズ一メンツ。はい、これでいいシャンテになったんですが、はい、はい、取りませんでしたね。これはトイン局の飯田さんとは、あ、トイン局一本丸の飯田さんとはまたちょっと違う感じですね。一応飯田さんはイーシャンテの形を維持して、他の入ったらペンチピン嫌っていくとやりましたけどね。はい、あれその場合はもうさ、それ一巡早くもうペンチピン見切るっていう打ち方ですね。なるほどね。もう管理案像入った。そこで仕頃の目が出てきたね、今の薄残しで。飯田が持ってきたのは数層、想図が伸びていくんでしょうか。さあ、この初を仕掛けて、おお、関数、そう、一応2900のね、はい、あ、ペンチピン入った。リーチもリーチは打たないということは、一通ですね。ピンズの鎮痛はないか。そう、分かんないですけどね。メンツ崩してですか。いや、メンツ崩すのはそんなに問わないと思うんですよ。ただ、まあ数ピンでもいいしね。3ピン来て、ただその前原さんとの
が仕掛けてるんでね、はい、まあ、そんなぬるいことはしてられないでしょうけどね。なるほどね、まあ、一気通貫が本線でしょうね、はい、リャンピン、スーピンが引きたいところですね。そうですね、リャンピンが引きたいでしょうね、はい、もうリャンピン行けば ほぼ高めしかない一気通貫ですからね、はい。飯田は数万持ってきて考えます前原にはすでにテンパイが入っています。関数層ピンが2枚出たんでリーチするかもしれないですね。あなるほど、あまだいかない、さあその関数層ですけど飯田に1枚、そして今アラが入りましたよね。はい、あーでも2枚生きてるんだね。しかも場にウソが2枚飛んでますね。あーどうすんのかな、どうすんの、これテンパイ崩してイーピンですか。あー切らない、うん、うわーつもぎりウマン小島です。まだ闇のままになりますね、あこっちもいいシャテラ、サブローピン、イスーワン、飯田が仕掛ける、あ6チッパーのこれテンパイ打ったんですか、うん、パワーもありますね。そうです ね、 ですね、小島竹を引いてきたのはチーピンです。さあ2人仕掛けてます、どうするかですね。行きましたね、リーチ打った、チーピン打ってのリーチ、さあパーワンを掴んだのがこれ飯田さんの一応高めの上がり牌ですね、はい、ウーワンが切れてます、リーチの捨て牌に。だこのパーワンは筋、行きますかね、行きましたね、これで飯田さんが上がる、うーん3人転牌、上がったのは飯田雅人、パーマンです。これねトップ目からの上がりなん で、 そうです、ね、値段こそ2000点ですけど、すごい大接戦になってきてますねこれで、本当にこれで飯田さんがトップになりましたけど、はい、2番手のアラとは1400点差ですね。そうですね、はい、まさに一上がりで順位が目まぐるしく変わりそうな展開になってきました。確かにトップとラスの差が 6-4 しかありませんからね、もう全然分かんないですね、まあ、この辺りもさすが名人戦というふうに申し上げておきましょう。そうです、あ先生点合いそうですね今回。難2局親番が回ってきたのが小島武雄です。こちらは今上がった飯田雅人、春統一、飯田さんも悪くないですね。そうですね、はい、はい、総図が357両冠の形、そして前原雄大、まあ満眼点は2つ出てますけど、はい、点数状況的には小場の点数状況なんですよね、はい、こっからあっ飯田さんこれで発表中統一だ、ね、これで 5% が見える手ですね。役牌統一どう対応するかですね、ベテランの人たちがね、マンガンテでも仕掛けて上がりに来るのか、はい、仕掛けてきましたね、マンズ切るのかな、まずはもうチュン一泣きで仕掛けていきました。いや難しいですね、総ズ切んじゃないですかね、三蔵か小僧か、ストレートならマンズ切るんですけどね、やっぱりそうですね、やっぱ伸ばしを考えるとね、うん、あとやっぱ白鵬も想定したいんですよね、そうですね、そういう時はこのスチワロ延べタンっていうのが ね、 そうですね、この辺がやっぱねえ、やっぱストレートじゃないですよ ね、うん、ね、あこれでもうちょっと形は決まったかな、とりあえず嘘を切っといて、うん、嘘じゃない嘘ですね、まあ、一番の希望は両ピン重ねることかな、ね、ドラのね、その前に前原からハクが打たれるってこともあるんですか。あるかもしれません、その時このハクは叩くだろうね、このハク、そうですね、うん、まあ一回見逃すとちょっと面白いですけど ね、 ね、
これでどうするんだろう。そう、つまり白の上がりを期待、白の出を期待するのか、両面両面の一戦で取るのかね。要するにこの場の点数状況と場の状況を合わせて、飯田さんの決断。ああ、そうですね、やっぱね。ここは日記上がってもしょうがないってことですね。つまり、ああでも重ねられちゃった。白を重ねられた。もちもちになった。まあ、経験重ねられちゃいましたけど、飯田さんの狙いはやはり 5% だと結構アドバンテージ取れると。まあでもあの形ではマンズがね、両面になる可能性もかなり高いんで、そうですね、三面ちゃんとか。しかしもちもちとなって白のポンは期待できそうもありません、飯田。おまあ数ピン外すのかな、これね。ドラが両ピンだからね。はい、ただ面単品になるときどうなるかだね、この白が ね白切りたいですよ ね、なるほど、統一落としもあると、だからほんとこっからその一杯の後先がすごく大事になってきますね。さあ、あらは流派があんこです。もう飯田さんがね、チーソーパスを両面落としてるんですよ、もう手出しで。はいはい、もうマンズが高いスタイルですから、もう9番打てないと、でもう今9層とずつ入りましたね。これはもうさすが荒さんという感じですね。はい、さあローマンが入りました。小島武雄、統一のペイを切っていきます。さあ何を引いたか、二刺しがあるんですね。それでちょっと考えてるんですね。しかしこれ残すんですか。やっぱ白の点来ましたね。あ、これは飯田さん、いい、ちょっといい白投げたね。そうですね、さあ何切って天杯が入る、一数ピン。ドラ表示牌にも使われてるんで、E ピンはもうあと1枚ですか。ねえ、でもやっぱマンズ臭いんでね。あ、そうですか。はい、お捨て牌がもうマンズ一番も切れてないんですよ。まあでもマンズ以外でやっぱイースピンもちょっと嫌なんでね。ウーピンが早いんで、大人が連ピンだから、そのイースピンは簡単じゃないでしょう。さあどうするか。でも、まあ、ピンズだね。パーピン、ローピンで外していくんだろうね。そうですね。スーピンがあと1枚で、E ピンがあと1枚、はい、あ、1枚ずつ。前原さんのあの白切りがどうなんでしょうね、ちょっと。だからもう前原さんの狙いとしてはやっぱり白の、あ、初初を掴んじゃいましたね。まだ龍がもうションパイだでしたね。実はもう荒さんにあんこなんですけどね。そうですね。だ、先ほど僕が言ってたあの小場にどう、小場の小場とは言いませんけど、点数的にはね、接戦なんどう対応するのかと。やっぱりたとえそれでも前原さんは満貫手、花満手を狙いに行くと、どうしても白がね、前原さんも満貫一発でね変わっちゃうんで、うん、まあそこまで焦るような状況ではないような気がしてますね、うん。先生がこのなんか着物のペンチンを引いてね。本当ですね、うん、最後の1ピン持ってきたら、これは打ちません。あ、もうこれ1ピン上がれないですね、もう。あとこの、3層、これはつもぎる小島。一応くっつきの形であるんで、この3層どうかなと思ったけど、やっぱりもう想像がすごい安い場なんですけど、まあ、マンズを切る、切れないですよね、切れないからね。先生としてはこのマンズで一番いいのは、あー、あ、これはでも、いや、振り点なんですよ、これウーピンが、ウーピンが振り点なんですよね。どうするかだね。でも振り点だけどどうするか、行かないね。行かないんですか。こうなるともうあとマンズ引けた天杯組しかないね。本当ですね、それも天杯まで持っていけるかどうか。マンズは結構ね、
ほとんどの種類のハイを引いたらテンパになるんで、あ、カンする。スピンって、あ、ツイピンあと1枚、1枚だけですね、うん、さあどうだ、いるのか、いいそう、うん、シンドラはローピンになりました。さあ先生がテンパ取れるか、マンズ引けるか、自敗か、トンは大丈夫ですね、本日も切り、数ピンが1枚います。引けるか。9ピンです。でも引いたらでかいですよこれね。本当ですね。本当ピンズだ。3ピン。いや取らない。ですか。一応テンパったらね。もちろんリューは切れないですからね。あ、やっとテンパった。はい、テンパ。イスーワン。そうですね、はい。うん。チーピンを切っていきますね。はい。先生からじゃあどうするリーチ打つかどうか考えてるの。ノートないよね。あら打たない。テンパイ取りませんでしたよ。あ、つまりチーピンションパイなんですね。チーピンションパイ、あ、はい、だからマンズ本1だけじゃなくて他も全部、うん、もう全部警戒してるんだ。あー、ピンズ、あ、引いた、最後のピンズ、スーピン引けました。これ大きいな、強いですね、チューンも関してますからね、チューン吐くドライチだから16残2ですか、これね、6400の上がりになりました。このスーピンが引けた飯田雅人、34,200 点でトップに出ました。大きいな、この64大きいですね、いや、チューンを関してないと1,000、2,000ですよね、はい、ここ、いや、この点数上だと大きいですね、この関するしないで、本当に本当ですね、まあ、もちもちの白をポンできたっていうのも大きいですもんね、まあ、前原さんとしては、まあ、あのからちゃだとやっぱ単品期待ですからね、33人ってね。さあラス前になりました。南三局親番は荒正義です。ドラはパーマン。その親番の手牌こちら、トイツが2つ、あまりいいとは言えません。飯田さんダブなんですかね。そしてなんちゃの飯田正人は自家製の難が統一になっています。あー本当だ、なんか本一ね、ゆうゆうで、ね、まあ行けなきゃいけないでって、うん、できなきゃできないでって感じですよね、トップ目でね、そう余裕の打敗されるとね、厳しいですね他の、うん、仕上がったらでかいぞって感じですね、だからこのペイ・ハクハツのどれか重ねたいですね、そして現在ラス目の前原、これは想像に染めに行くんでしょうか。まあ着方によりますけど染めたいとは思ってるでしょうね。はい、小島武雄はピン付け、あらはチューン重なって待ちどいつ、でも親なんで場合によっては仕掛けもあるかもしれない、ね、おーなるほど、あーやめましたね、やめましたねうん、うん、ダブナンドライチですか。でもまあ十分といえば十分なんですよね、はい、うん、あ、ここで3番切るということは、ちょっと考えてるかもしれませんね、あの想像の陳逸をね、はい、持ってきたなピンズ、なんだろう、リアンピンですか、どうするかですね、まあ一気通貫もあるんで、一応、ああドラドラパーですね、ドラが重なってダブナンドラですね、ダブナンドラドラ、あ、これで一個でも行くんじゃないですかね、まあね、はい、まあ面タンピ狙うなら急ぎりなんですけどね、面タンピーペーコ、はい、でも前原さん行くでしょうね、これ泣いての鎮逸っていうのも考えてますか。いやもう全然もう関連像はいいんじゃないですか、そうですか、喜んで地位で、リャンゾーが生きてんですよね、リャン
と3枚生きてんじゃない、手の中でもね、うん、持ってんの荒だけですもんね。そうですね、はい、ここリャンゾピッて引いてきたらもう素晴らしい、もう何引いてもテンパイっていうね。さあ飯田さん、何泣きたい、ね、何泣きたいが荒さんが持ってるんで多分出づらい形になったのね。荒、うん、さんちょっとね、チート打つ系も考えてる可能性ありますからね。簡単に出ないですよね。マイラさん、スーピンループ落とさないなら、ね、カムピン入ったらもうリーチいくって感じだね。あ、そうですか、ね、ほうほうほう。想像引くか、どうだ、想像引くか、引いた、あ、引かないか、ワンズか。ちょっとマイラさんの緻密みたいですね。そうです ね、はい。こちら親番のアラは苦しい、そんな手配になっています。飯田はトンツモ切り、うん、さあ前原の相撲はまたマンズか。ちょっと気分的にあれかな、少しテンション下がってきてそういうもんですかねただね、ヤンゾー本当に3枚生きてますからね、ああどうすから、あこれ状況では何が出るかもしれない、うんうん。さあ今度は自敗か、でこれはアラが統一のチューンですね。ああ、ここでもう見切りましたね。ああそうですか、見切りました。ああなるほど、まあウーピンが入った時だけ勝負みたいな感じですね。うーん、ここでリャンゾーがいる、あ、なん出たよ、一瞬当然仕掛けますね、はい。さあこれで一歩前進、飯田でもう漫画確定漫画のイーシャン転しましたね。何引いた、そして前原が持ってきたのは見せてください、マンズ、まあ、ドラがパーワンでね、切りたくないですか今、 手からローワン出てきたんで、うん、6の勝ちって形のテンパはないですもんね、ないね、はい。あでもこのポンでね、ウーピン食い下げられましたね、あ前原、あこういうもんなんですね。なるほどね、何を持ってくる飯田、ウーピン、これで両面に振り替わります、うん、ピンズ、ただパワーはない、前原これ想像、両想じゃないですか、です、ね、でもテンパったけどカウピン、ね、カウピン、カウピンはない、みんなが1枚積もって番に1枚切れて、しかしリーチ、あリーチ打つ、前原カウピン完全とリーチを打った、結果論だけど、イーソ残してたらあれだね、いやーねー、すごいいい、いいメンチのイーシャンテン。さあでもこれ前原危険ですよ、もうウーピンは出ませんからね、みんな1枚ずつ持ってて、番人1枚切る、うんうん、飯田さん、でも飯田さんが下ろすことができたら、うんうん、飯田さん折れる可能性高いんじゃないですか、下ろすことできたとしたら、うん、効果的なリーチとは言えますけどね、ここはマンガンとか絶対打ちたくないですからね、うん、あー想像引いてきた、この辺りはちょっと悔しい、一応メンチだとスーソーパーソンのシャンポンだったな、おっと小島も追いかけリーチ、来たドラドラ、これはサンピアンクにしたドラドラのリーチですね、ドラドラのリーチ、カンウーピン対ウッパッソ、ただウッパッソもないな、ウッパッソどうだ、 1,2,3,4,5 飯田さんが打つ可能性は、飯田はないですか、7完全におりましたね、もうやめる、はい、トップ目の飯田、さあ小島、小島さんパーソー見逃し、積もった、積もった見逃してないね、はい、うーん、パーソー打った直のリーチなんだね、そうですそうです、はい、あ一発もだ、じゃリーチ一発もですよ、うわで単野を、あごめんなさい、タイムじゃないですね、9ピンありますね、リーチ一発もドラドラの、はい、なんだドラドラのチーピン、何なんですか、いやーこれは小島武雄逆転のトップだ、よく引きましたね、ウッパースリム数数えてて、あ残り1枚か2枚って言ったら一発もでしたね、3番手から一気に浮上しました小島武雄、そしてオーラスを迎えます、ラス親の飯田、今の小島の上がりによって3万1200点持ちですが2番手、南安局、4局のオーラスドラはリャンマンです。
先生珍しくウロドラ爆発ですね今日は。そうです ね, ね、あんまり僕こういうシーン見たことないですね。ですね、こういう形ですから、本当に途中経過だけでは何とも言えませんよね。上がりに近い形だからといって、そうですね、すんなり仕上がるというわけではありません。ラスオヤの飯田です。持ってきたのはスーマン。まあ、飯田さんも、まあ、上がりやめありませんけど3000点差ですからね、ええ、もうぐんと前に出てくると思いますね。もうはい、前原はこれが3つ目の統一ですか。ちなみに前原アラはラス争い、こちらも3000点差ですね。トップ争いが3000点差、ラス争いも3000点差という感じ。はい、予選は1人7戦を戦います。嘘、うん、浮いているロマンを切りました。あ、先生これバカゼの難を重ねましたよ、ええ、でこの難を持ってるのがアラ前原、まあ、手が進めば出てきそうですよ ね, ね、うん、難は出るんじゃないですか ね, ね、うん、前原さんも上がんなきゃなんないしね。ちょっと荒さんの手が遅いからまだ難しいと思いますけど、ね、先に打つと思いますよ、うん、あでも持ち寄ってきて出るかもしれない ね, これね、はい、マンズでまたメンツが完成しました。飯田です。一歩手が進みます。先生もこうメンツができてないんだよね。そうです ね, ね、はい、統一はこれ4組になっちゃった。あーチートかもしれないです ね, ね。ペンちゃん外すアラ。こうしてやったらなんか着々と飯田さんが手を進めてきそうだね。着々とね、はい、まあ、実はそういうのが大事だったりしますよね、よく見るシーンですね本当に、はい、今はこれ一気通貫をちょっと今考えてるんでしょうね、残しますかね。ドラのレアマン引けばでもやっぱりもう一番これがでも手広いリアンシャン点ですから、ここで一応いいシャン点どうするかな、はい、ああ素直にやっぱりもう飯田さん素直に素直にいきますね。そうですね、はい、飯田はカンウーピンが残ると役なし天敗ですがどうするんですかね。打っちゃうかなリーチ。そうですね、親なんでね、親だから親の強みで、とりあえず足を止めたいっていうのはあるんじゃないですかね、はい、何を引いたのかな。おローソー引きましたよ。これどうするんだろう、ピンズ外すのそれとも手なりなら手広、あの一番受けるならウーワン切りですけどね、ええ、あやっぱりそうで、カンウーピンを外す、ピン不確定の方にしましたね、うんうんうん、ドラガーリャンマンですかね。ドラガーリャンマンです、それもあって、おー先生これさあチーピンがあんこだ。まあでももうね、両面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 に変わりましたね、だから何のポンを期待しないってことですね。そうですね、でも何が出たらポンですよね。ポンして一応手広くするけど何のポン手には取らない形、ね、なるほど。あらはまだ何を転売しません。さあ上リーチですね、リーチだ、これリーチださあローピン切って親番の飯田からリーチが入る。サブロッソー、ローソーが高めですね。ロースソー高めです。ああ高めのローソーもあと1枚いますね。ええ、うん、さあ前原何を切るか。こうなるともう何あたりも切れないですよね。ステハイで、あまあアンブアンズはこのリアンゾですね。これだけなんですよね。はい。動物は。この
リャンピーも取ってない。ドラのリャンマン引いたナン、うん、アラです。現物のローピン、さあどんだ。おお、ちょっと多かったですね、3本多かったですね。はい、三蔵いるのかな、結構場に1枚ですね、で他の、あ、前原さんに1枚、じゃあ三蔵2枚、高めローソが1枚ですね。はい、山に残ってるのは、先生さんが6万がないんでね、7万でしょ、いったんですね。うーん、チーピン打ってここはもうやめ、ピン、これは残します。前原もう折りですね。はい、イースは取ってません。取ってませんね。しかしリャンゾが3枚出てるんで、はい、いきましたね、壁で。早くテンパりたい小島。そうですね、パッソが薄いな。テンパったらどうするんですかね。どうするんだろう、ちょっと見てみたいですね、どういう判断されるかね。どうだ、うーん、シャアシャア、ションパイですか。シャアは、いや、バニー、あ、そうですね、2枚目、いや、リーチの現物です。あ、あ、そうかそうかそうか、そうですね、1枚目ですね、うん、あ、これでリャンピンが打てるかな、先生ね。そうですね、現物もね、一応警戒しますか。でも警戒するってことはもう行かないかもしれないね。行かないですね。ああ、なるほどね。一番無理事の現物ですからね。あ、本当だ。うん、そうですね。あ、もう行かない、行かない意思表示ですね、これはね。そうですか。そうすると飯田の連チャンが濃厚。あ、ここにロー、高めのローソン行きました。まだ三蔵がいます。どうだ、あ、いました。リーズもピンフ、サウラダラ次第、ドラは1枚乗った、はい、うーん、26オールですね、はい、強いですね、うん、強いね。これは大きな上がり、飯田3万9000点でトップに出ました。逆転、2番手小島武雄が3万1600点です。はい、その差は7400と、次の曲のテーマは先生はもう満貫狙いということですね。なりますよね、はい、まあ、5人つぼでも、うん、まあ、トップは取れるんですけどね。あ、そうですね、でも、はい、一応漫画の手作りをしていくと思いますね。オーラス一本馬、飯田の親番が続きます。ドラはハクです。マンズで一メンツ、チーピンが問いつ、まあまあですね、はい、まあまあですね。そしてこちらが前原です。ピンズのペンちゃんから外していきました。そして小島武雄、まあ、お、ドラドラ、お、ドラドラだ、しかもペイも自分の風、両冠の形です。ペーポンですね、アラ、あ、仕掛けていきますね、はい、直風のペーポン、まあ、3着とはいえね、ラスメの前原さんと3000点しか差がないですからね、ここも確実に3着で、まあ、万が一万がの天敗になって先生から出れば逆転2着もありますからね。あ、そうですね、そのあたり直撃というシーンが果たしてあるのかないのか。まあ、でも先生がこの白をね、よっぽど手が届かなくて離さないですからね。そうですよね。
あ、伊沢さんいいですね、いいところ入りました、ね、着々とですね、着々とここもう一上がりするとなんかこう盤石のトップって感じになってきますね。そうするとなんか止まんなくなるんですよ、伊沢さんの場合。なるほど、そういうシーン何度も見たことありますね。そうなんです。でね、こう打たれてる皆さんそれ分かってるはずですからねそうですね、はい。あら、なんかもしかしたらなんかいいシャンテンだけど、なんか一回り手が大きくなってから、ね、鉄板ピンになるね、またまた飯田好みの手に仕上がっていきそうな気配があります。さあ、小島武雄はこの9層が こうなるとね、ドラの箱をジャントにしたリーチを考えるのかな。白短期もありますもんね、万が一必要なんだから。あ、これ今でもこのレアワギらしいですよね、四五郎を見てローピン残してるんだよね、はい、はい。そしてアラは9ピンが入りました。本一かどうかだけど行かない、行かない、ね、うん、まあ何が重なったら本一、何が重なったら本一でしょ、ね、あ、何2枚出てますね。あ、じゃあもう本一行かないんだなるほど、ね、アラさんらしいですよね、うん、あ、一気通貫だねえ、気づかなったら白は切りますね。いや、絶対切ります。だからこれ先生ね、あれなんですよ、こうチャンタですね、あ、チャンタかんだ、はい、あ、チャンタの漫画か、はい、今のところだから白はポンするかしないかちょっと分かんないですけどね、アラさんにジャントできた時にね、白はポンしますからね、統一ができた時、はい、その時どういう手になってるかですね。すぐそう切るなんだ。G1 がアンコになりました、前原です、はい。前田さんも3000点差ですからね、はい、来た来た、リーチです。怖いだ、リーチだ、はい、このハクはドラ切ってのリーチ。前田さんは泣かない、泣かないですね、やっぱね、これでこれだけで漫画のいいシャンテンでもありますから、ね、なるほど。で、打っちゃうと、ラスになっちゃいますしね。そうですね。さあ、飯田はどうするんだ、これ飯田さんは芸物ですね、降りるんじゃないですか、降りますか、はい。筋の9ピン切りました。三蔵はですね、2枚いますね、あ、そうですか、2枚来てますね。今日の小島はよく積もれてますよ、しかも裏ドラもよく乗っている。ただアラもね、リャンゾーか1ピン聞けばね、皆さん降りですね、完品、うん、降りで一応捨て牌はローピーが2枚出てる、どうする。あ、あ、もうゲームズ、あ、降りました ね、真ん中パーワン抜きました。あ、3蔵いっちゃった、3蔵いっちゃいました。あと1枚ですか、あと1枚、うー、惜しい。さあ、これ関連像で、あ、リャンそれなく、あ、じゃあもうザンクでいいという上がり。なるほどね、これだとペイドラドラ。でも別にイーソ通る保証はないんだよね。まあでもシーソも通ってないんで、まあ確かにね、アラさんらしいですよね、今のマジャー。でも漫画の可能性があるんだけどな、どこがアラさんらしいですよねそれはもうキャラクターがよく出てますか。はい、あ、さあどうするかですね。まあ一番引き受けられるのはこれは何だろう、スーソ切り、そうです、あ、ウーワン切りじゃないよね、はい、急ぎでいいんじゃないですか、うん、広いんだったら、うん、だけどウーアン切りましたね、リャンワンとパーワン切れてるから、ね、あ、え、降りましたね、ほらやめるんですか、はい、この辺はアラらしいですか。そうですね、前原さんがまあね、前原さんと変わんなきゃいいということじゃないですかね。そうですか、はい、打っちゃうと確かにね、だって先生がここでリーチがやってきてロンっつって13本のわけないですからね、ええ、3点点差なんですか、ちょうど1回だけ行ってみて、で今ちょっとね、もう裏筋のローワン掴んだんであっさり降りってことですね。なるほど、そのあたりは勝負師あら、うん、嫌な感じを察知したか。さあ前原さん、前原どうする、こっちも裏筋の数は、前原さん行きますでしょね、ラスですからね、今 ね、はい、ですね、もう飯田さんが降りてるのが明らかなんで、うん、ええ、次の曲がないんで溜まっていたらラスです。だからこのスチは打てないもんね。あ、打った、いきますよね、行く、うん、アンコ筋行きましたね、
差は折りと。さあ前原追いつけるのか。数万です。さあラサハイの三蔵は、ええ、いるのか。筋でした。でもねこの後ね出ちゃうかもしれない、ね、そうですか。いや前原さんから三蔵が出る可能性ある。ただ出ても裏側の前に届かないんだよね。前原さんテンパイも取りたいんですよね、うん、ノーテンパップで変わる可能性があるんで、あら原さんが降りてるのが見えてるんでテンパイ取りたいんですよ。ええええ、同点ですか。もしかしたらいや、同点ですね。2人テンパイだ。あこれ三蔵出るわ。さあこれで先生はもうロンって言うでしょ。裏ドラのレバートップですね。トップです。でもこれはまあしょうがないと思います。はい、だって前原さんリーチ行くでしょこれ、はい、ね、リーチです。リーチ行くから、あいかん、あ考えてる。あリーチをいたした場合にはあのあれかリーチはノーテンパップで変わんないからか、変わんないから闇手にしといた方がいいのかどうかってことだね。あでも行った行ったらロンだね。そうですね、うん、当然ね、はい、ね、はい、さあ乗ったらが乗ったらトップです。さあどうなんだ先生今日乗ってますからね。一つ乗りました。三つ乗った小島武雄。今日はどうしたんですかね。100点トップ。いや1枚でいいんですけどね。オーラスは大きな手になりました。先生今日裏トラ8枚ですよ。すごいですね。それだけで倍満ですよ。3回リーチして8枚です、はい、いやーというような最後はドラマチックな幕切りになりました。これが第3回の名人戦予選第1戦でした。それではこの後はスタジオで感想戦です。第3回のモンド名人戦初戦が終了しました。トップを取ったのは小島プロでプラス 53.9、 2位が飯田プロプラス19、3位が荒プロマイナス 23.8、 そして4位が前原プロでマイナス 49.1 となりました。ナビゲーターの馬場プロ、はい、まあいろいろありましたけどもやっぱり取り上げるのはオーラスの局面でしょうか。そうですね、本当はもっといっぱい上げたいんですけど、やっぱオーラスですね。ねえ、やはりあのオーラス、一応条件制になります、はい、ね、飯田さんが26オールスもらって逆転トップになったところで、先生は、一応満貫、うんね、もしくは5日もですけど、まあ、先生5日も狙うよりはもう満貫ですよね、うんうん、もう満貫、どうやったら満貫になるかと、はい、いうことをね。そして途中こういうね、まあ、ドラの把握引いてこれで、うん、廃盤見た段階では、まあ、4、5、3色いくかななんて思ってたら、そうそう、うん、途中で把握引いてこの把握の、ね、それをどうやって使うかということもまず考えたね、うん、で今この形ですよね途中で、それでここにですね急走引いてアンコになりました。はい、それでこれローピン打つかリャンマン打つかだよね。だからまあとりあえず、まだローピンっていうのは四五郎の目が残ってるし、このペン三層を外したかったからね、うんうんうん、だからリャンマン打った、うん、ですので、うん、先生もさらりと言いますけどこのリャンマン打つのがもう僕やっぱり先生流だなと思います。お、そうですか。そうです。例えば白での上がりを考えるとかね、ここをちゃんと考える、あるいは手広さを考えるとこの満蔵連続系なかなか手をつけられる人はいないんですよ、うん、どうかしたらこうローピン打ちたいぐらいです、ね、そうですそうです。あの酸素入ってすぐ白短期でリーチとか、うん、そういうふうに考えますもんね、うん、だけどねここはやっぱ四五郎の感じを残しながらもうそうするとここへんの満蔵のこれがね、うん、あの邪魔になるというよりペン酸素をね嫌いたいからローピンはねくっつきやすいからね、うんうんうん、残しておきたいのよ。つまりこの時点での先生の構想というのは、うんうんうん、もうこれもないわけですよ、ね、これがなくてこれもないわけですよ。そう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 、これがもうないんです。で先生の中にあるのは、うんね、あの6万とウーピンスーピンだよな、ね、スーピンウーピン、うんうんうん、こうですよね、うん、これと6万なんですよね。そうそうそう、うん、これがもう先生の狙いなんで、うんうんうん、もうこれがない状態って、まあ、これなかなかね、うんうん、視聴者 の, 方に分かりにくいかもしれませんけど、うん、もうこのリャンワン切りはもうこの3万も見てないぐらいのリャンワン切りなんで、うん、なるほど ね、もう3万はもう切ってもいいっていうから、ね、それでもうパーソー持ってきたらこれ決まりだよな。あ、そうですね、このリャンワン切った後に実は、はい、ここでパーソーをこう引きます、うん、そしたらね今度はローピンが外しやすくなる、はい、今度はもう一通からいいシャンテンですからね、うん、でもこれローピン外して、うん、ですんでさあの時点では、3色4、5、3色だけど、うんうん、これ引いた時点は今度は一気通過に、うん、もうそれであとはこの白をね、泣かれるのか、うん、そのまま通るのかっていうね、うん、そういう懸念もちょっとあった ね、うん、だけどもう泣かれても何やってもここはもう転敗すれば勝負だからね。そうですね、うん、もう小さく振って切って
あの引いてリーチ、3走引いてもリーチだったんだよね、うんうん、まあ一番形から言えば一番いいパイを引いてきたっていうことだ、うんうんうん、まあでも先生これ引きまして、うん、もうこの白を、うん、もうこれはもう無条件に ねリーチですね、はい。そしてこのリーチトップ目のね飯田さんが受けまして出てます。手配の感じはまあローピーを2枚こう挟んでこうリアンワンパーワンかな、こういう感じでしたかな、はあはあはあ、こんな感じでしたかね、この中盤の試合がね、はあはあ、こんな感じですかね、はあはあ、こんな感じですよね。これに対して飯田さんが、まあ一応手は進んではいたんだけど、イーシャンテンだったんですけど、はい、まあカンちゃんとリアンメン、うん、リアンメンのイーシャンテン、うん、だから先にテンパイ入ってリアンメンになればもうリーチかかる気でいたんで、うんうんうん、ただ先にリーチかかられたんで、うん、まあザンク打てない展開、ザンク打ったらトップ引っかかりますからね、うん、まあでまあ形もあまり良くないんで、うんうんうん、降りるんですがチーピンとかパーピン打ってもいいんですけど、なんか先生のリーチっていうのはこのローピン2枚切りのチーピンパーピンで怖いっていうの過去 の戦いの中でイメージがあるんで、ありますよね、だからもう現物しか切れなくなっちゃって、うん、このステイ普通の人でしたらね、うん、ピンズの上のは通りそうなステイハイなんですけど、うん、先生はもう逆に怖い、怖いっていうか、うん、まああとはもう荒さんに頑張ってくれって感じでそう、その時点でも荒さん仕掛けてましたからね、いやーね、最後に小島プロ今日は結構裏ドラが乗ってましたね、あなんか乗ってたね、えらい、だからね、だけどトンバっていうのはどっちかっていうとじーっと我慢してた局面だよな、そうですそうですそうです、で一応裏ドラが乗ってマンガンは引いたけどね、その後全然伸びないんだもんね、手が組ませんでしたね、うんうん、それでどん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 追い詰められて、うん、だから、それで またマンガン上がって、あのウッパソーの一発もちょっと、うん、跳ねマンがね、それで変わってまたかわされたから、うん、そんなに調子いい感じじゃないなと思ったよあの非常にクールな表情だったんですけど、やっぱり裏ドラ乗ると嬉しいもんですか？それはやっぱり今にっこりしましたね、わかりました、プレイヤーの皆さんどうもお疲れ様でした、次回予選第2戦どうぞ皆さんお楽しみに。